こんにちは、ミルクティー飲みたいです。ということで、今日もね、都市伝説のお話をしていこうと思うんですけど、今日はですね、海外の人たちの間で今、Twitter とか、そういった SNS 上でかなり拡散されて盛り上がっている話題というのをですね、まあ、リクエストもいただいたので、そちらの方をお話ししていきたいと思うんですけど、単刀直入に言いますと、2018年4月18日に、何か起こるのではないかというふうに今言われているんですよね。ツイッターでハッシュタグ41818カンスピラシーというふうに調べていただくと結構ね出てくるんですけど、まあ、軽く説明していくと、まあ、海外の方で TY さんという方がいるんですけども、突然彼のもとに謎のボイスメッセージが届いたというところから始まるんですけど、まあ、どうやらその機械音声でいろんな単語がバーってこう並べられているような暗号みたいなのが届いたっていうことなんですけど、あまりにもね不可解だったということで、彼がそれをツイッター上で公開したところ、まあね、世界中のそっち系の猛者たちがその暗号の解読にね今乗り出しているというところで、まあ今分かっているのはその2018年の4月18日に何か起きるっていうね意味があるというところと、あとね、彼らは人間ではないといった趣旨のそういった意味が込められているということがね分かってきてるんですけど、そこから彼らは人間ではないということは、4月18日にね宇宙人が襲来してくるんじゃないかみたいな感じで噂がね広まっているところなんですけど、もちろん大半の人は、まあ、これはいたずらだろうというふうに思っているんですけど、中にはこれは本当なんじゃないかっていうふうにねそういう見方をしている人もいるという感じなんですけど、まあ、一応言っておきますがね、こういった話っていうのは皆さんも話半分でね聞いてください。まあ、4月に宇宙人が来るんだったら、もう明日から会社行くのやめるとかってね言われてもね、まあ、困っちゃうんで、まあ、一種のエンターテインメントとしても見て、あともし仮に何か起きるっていうこともなんか頭の片隅に入れておくというのが、まあ、このねネット社会における正しいその情報を得る姿勢なのかなというふうに思うんですけど、ちなみに今まで僕はそういう系の予言っていうのを無数にもう数え切れないぐらい見てきてるんですけど、僕の経験上事前にもう広まっている噂で、かつ、まあ、日時とかが明確に分かっている予言で的中した予言ってこれまで一度も見たことがありません。基本的にそういった予言っていうのはその日を過ぎちゃえばもうねなかったことになるっていう感じなんですけど、まあ、この予言に関しては、まあ、宇宙人が来ないまでにしても何かしらの意図があるという可能性はね、まあ、捨てきれないんじゃないかなという感じで、みんなでね考えていこうっていう感じなんですけど、 TY さんに届いた暗号に関してねちょっとね怖いなと思うところっていうのがいくつかあります。それは最初に彼がこうツイッター上でそれのメッセージっていうのを公開した後に、彼のツイッターアカウントがなぜか使用できなくなるという風になって、彼はアカウントを作り直して今ね別のアカウントで発信されていらっしゃるんですけど、さらに TY さんがこのメッセージを受け取った時期に、まあ、ちょうどその日ね夜遅く午前3時とかに車で家に帰ってたらしいんですけど、自宅の前に着いた頃に彼のね家の前で何者かがフラッシュを焚いて彼の家の写真を撮って去っていったらしいんですよね。もしかしたら彼のね勘違いなのかもしれないけど、なんかね本当だったら怖いなっていうのと、で今回ボイスメッセージに使用された暗号っていうのがシエラとかエコーとかノーベンバー、デルタ、ユニフォームといった、まあ、そういったね単語がバーってこう羅列されている形だったんですけど、実際聞いてみたい方は概要欄にリンクの方貼っておくので聞いてみていただきたいんですけど、この暗号なんですけど、 NATO フォネティックコードといって海軍とかそういった軍隊で通信するときに使われる、まあ、暗号みたいです。でそこから解読された意味というのが、まあ、こちらになるんですけども、まあ、意味は、まあ、危険が迫ってるから、まあ、直ちに逃げようと、避難せよと、で彼らは人間ではないという、まあ、意味です。暗号っていうのがこれだけじゃなくて、まあ、数字とかモールス信号とかも、まあ、送られてきてたみたいで、そちらを解読して出てきた文字がこちらで They are taking over 41818というもので、この41818っていうのが、まあ、2018年の4月18を意味しているのではないかっていうふうに言われているわけです。これにはさらにね、まあ、いろんな説が今もう出てきてて、なんかホーキング博士の死がね関係しているのではないかっていう説もあれば、この数字というのがマレーシア航空機が墜落したところを指しているっていう説もあったり、ちょっとね今もういろんな説があってよくわかんない感じなんですけど、でも一番多い意見は This is bullshit
ていうね、それが一番多いんですけど、今の段階で言えることっていうのはそんなに多くないんですけど、いくつかのね可能性を考えてみました。1、純粋にいたずらですね。 TY さんもしくはその TY さんにメッセージを送った人によるね、まあ、なんかの注目されたいといったそういった意図で送られたもので大した意味がないと、外国版 YJ みたいな感じですかね。可能性に何らかの宣伝目的、多くの人に注目させといて、まあ、4月18日に何かをバンと発表するみたいな、まあ、そういう可能性もあると。そして可能性3、暗号を解く人物を探している。昔アメリカのシリコンバレーの111号線沿いの道路のところにね、謎の看板が設置されていて、そこにね暗号が書かれてたんですけど、その暗号を解読すると Google の求人ページに飛べるっていう、まあそんなのがあったので、もしかしたらそういった海外の人らしいなんかそういうアイディアの可能性もありますよね。そして可能性4が、これが本当に誰かからの SOS、何らかの理由があってそうやって SNS でねメッセージを残してという、まあ、可能性ですよね。まあ、どっちにしろね、あと3週間経てば答えが分かるので気長に見ていこうと思います。もう一度言っておきますが、まあね、深刻に考える必要はなくて、この TY さん自身4月18日に地球が滅ぶなんていうことは 99% ないと確信していると、まあ、彼自身ツイッターで言っていますし、まあ、そこまでね深刻に考える必要はないので、まあ、ちょっとしたゲームみたいな感じで捉えていただけたらと思うので、もし皆さんの見解とかあればぜひねコメントなどに書いていただけたらと思います。ということで今日はねちょっと短めなんですが、この辺にさせていただこうと思います。もしこの動画が面白ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。